皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日は Helsing OVA、ヘルシングアルチメットの読むでございます。では、入っていきましょう。もう四度も吸血鬼信奉者の襲撃を受けました。吸血鬼信奉者。世界中にはいる。肝心の吸血鬼どもが何をやろうとしているか。イギリスを攻撃しちゃうの？そうだよね。さてや、あなたの目論見通りになってきました。そうだ、マックスウェルはこいつの組織の親頭。半分はな、だがもう半分は不愉快極まる。不愉快？なぜ言い返さなかったのか。我らの神が狂気だと言われたのに。ああ、怒った。我々など眼中に入っている。関心はすべてヘルシングとアーカー。あれも俺も面白い。おかしいと思った。最高のタイミングで横合いから思い切り殴りつけ。殴りつけよ。素晴らしい。殺せ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 。これは嬉しい。たくさんいるやん。よくわかんないけどいっぱいいるね。なるほど、素晴らしい。そいつも面白そう。 OK、 準備させられてる。そしてお前が指揮官なんでしょうか。今度の神は戦の女神マーズだ。なんだよ。マーズだ。お前めっちゃ笑けんねんけど。キリフタでございますね。まあこいつアーカードみたいに知らねえやつだよね。何が起こっても最高切り札。マーズども、殺してやるって。バカじゃねえの。殺しで戦争の神様を倒すんかい。イカれた野郎どもじゃないか。何度言うんかよ。神罰を味召し上がれよ。さてや、お前はあれか、ここで36時間座るの。サムソンのドラッグストアから買ったんだね、その傘を。通知が途絶したイーグルは現在大西洋ポーリントン洋上300キロ地点に静止している。まあやられたでしょうと。中止を掲げてだ、ミレニア。うん、事態は我々英国海軍の行動範疇から逸脱しつつある。うん、状況話せ。教えてくれよ。何の反応もありません。うん、こちらからの通信にも答えません。興味ねえだろ。衛星からは甲板に一人、日傘を差した人影が確認されています。あいつだね、やったのと思うやろ。 SAS2 個小隊がヘリで接近中です。そのヘリコプターやられてしまうのか。直ちに中止。うん、機関命令を出して。もう殺されてしまうぜ。さもなくば全滅です。ヘリが撃墜されました。ああ、全滅ですね。彼女が殺した。まあ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 、いろいろありますわ、この世の中は。これはこれは。やられております。我々は女王陛下直々の恩命を受けている。一連の自称吸血鬼の行動と断定し、独自に動かせていただく。
わかるがよい。もうお前の責任じゃなくなったから、俺らに任せろぜ、てめえ。ピット。レッツゴー。イエー。俺らに任せろや、てめえらだってさ、何もできんくせに。みてえなこた。どうしようもなかろうが。お前にとってはちょっと大きな荷物がね、背負えなく、軽くなる。 I don't know, man. Japanese is hard. 日本語難しい。言いたいこと言えない。うん。どうしますか、その幽霊船。我々も攻撃するのに結構気をつけないといけない。あの要塞どう入るのか。No。 じゃあどうしますか。ジェットボートではない。ああ、飛んでるやつの話だったな。ノン。マシタはおろか接近すらできません。デコイチャホを大量に使用して航空機の使用。ノン。それはダメだ。あ、ヘルシンが現れた。実は私もいまーすって。俺の話を聞いてもらっていいですかって。ミサイルもダウンもマダンをもものとせず、甲板上に。お前の顔やべえぞ。ミサイル？ミサイル撃って彼はそれを乗ってたらいいんじゃねえか？てか普通にミサイル撃てよ。いけるやろ。ミサイル。ミサイルであの船をぶっ潰せ。ジェット機乗ってますね。Vampires in fighter jets。 あ、これはあれだ、ミサイル攻撃みたいなもんだけど、マインゾーン。ムーン。あ、俺ドイツ語ちょっと喋れなくてごめんね。ちょっと分からへん。とりあえずお前ジェット機を倒せるってことですね。ファイタージェットを。試電会でもゼロ戦は無理でしょうね。何が、一体何がこの子を倒せるのでしょうか。やはり B-52 で上に行って、ふしょって落とす。まあ、ライフルをもらって、なんか、エジキを殺すのに使うのって、そういう意味？何これ？ん？なんか超嬉しい？めっちゃわかる？お前を作ったやつなのか？あそこからジャンプするのか？アーカードだよ。狂気の代弁者っていうのか。あ、このなんかすげえ近未来ジェット機なんだね。こっからジャンプするんだね。そんなことないでしょう。そうなのか？そうなのか？まさかそうなのか？ちょっとなんか神風攻撃をするのか？マジで？
超なんか待ちこたえてる、待ち望んでるみたいな感じなんだね、この女性。あ、違うか。撃つんだね、その体勢から。絶対撃ち体勢悪いっしょ、それ。でもまあ吸血鬼だったら大丈夫でしょう、と。あー、でもなんかすごい血が出てることに今気づいたんだけど、わーとかやってる時にあちこちに血が出てたんだけど、関係ないか。さっき船を倒すために出た声なのか。何？狂わせられちゃう？何それ？やべえのが来るのか？レベル3の2の1も全部。え？やば！え？ジェット機になった！え？何これ、あいつ何になったの？What？ 何になったのか、あなたは一体。え？嘘だろ、どうなってんのこれ。お前自体がジェット機になってるでしょ。このフラウラインに何をするの。会えて嬉しいだろう、ドラキューラ。あ、なんか普通の人間じゃなくて普通の吸血鬼に戻った。しかし、まあ、やることはえげつないですね。What the fuck? That's... 彼が乗ってきたジェット機が、もう縦になって、これ十字架になってるね。じゃあ、こいつがザミエルか。怖いな、その話。ザミエルがお前会いに来たぞ。僕ザミエルです。結構嬉しいよね、でも会えて。撃たれた。しかしながらめっちゃ撃たれてますぜ。これからがファイトだ。なんとしてもとか言っても、もうこいつ 1,2,3 段階も解放してるぞ。化け物レベルじゃないだろ、これ一体何なのか分からへん。何？一体何ができてんの？この第二次大戦みたいなグレネード、何の役にも立てないでしょ。なんかすげえものになってる。いっぱい手、手がいっぱい、なぜ？怖っ。わからん。こいつ何なの？これこそが吸血鬼なのか？よーくわかんないんですけど、とりあえずこの人は核兵器より怖いかもしれないですね。はい、時間でーすって。あ、注意。時間だ。お前なんかやらないといけなかったんじゃないの？できそう？できそうか？なんかできる気がするんだけど。
ちょっとできなかったかもしれない。ごめん、できる気がしなかった。心したまえ、注意。ザミエルを前にして、君はどうする？ここからだよ。どうする？リップがウィンク。なんで名前なんか知ってんの？ザミエルの前でお前は結局何をするのか。もう心構えした。心構え、戦えるのか。ザミエルと戦う時が来た。無造無造の区別なく私の担当は許しはしない。さてヘルシングは、ヘルシングではなくアーカードはうぞうむぞうの一人なのでしょうか。そこに答えは見つかるでしょうか。そしてお前の魔法弾って一体何だろう。まあ落ちたら勝ちだよね。しかしヘルシン、なんでいつもヘルシンって言うんだろうな。言いたいのはね、アーカードはこれ気にしてねえから撃たれてるだけなんだよね。避けようと思ったら避けるし、避けても意味ねえと思ってるから受けてるしだよね。捕まえたリップちゃん、遊びましょう。怖いですねこれは。パンチ、 That's a big punch。 今はじゃあもうアーカードは銃を持ってます。この先何が起こるだろうか。リップちゃんは平気ではないと思う。拷問？尋問？それとも殺す？くし？これ死ぬな。これ死ぬやつだな。なんか感じてるみたいだけど、絶対痛いだろ。いやよくわかんないんだけど、吸血鬼ってほんと変よな。とりあえず安らかにお眠りください。Jesus Christ. Fuck. このアニメを作った人って本当にさ、キリスト教の人に嫌われてんじゃねえか？っていうかもうえげつねえわ。結局この女の血を舐めてるぞ。地面から化け物すぎるよこいつ。怖っ。食べるか。うん、最悪これマジで。この女性のよくやった。これは成功なの。
これ成功なの？どういうこと？これ意図的だったん？これペテンだったん？みんなこれを見てる。 4K で見てる。 8K かもしれない。これ我々はこれでまたアーカードの強さの秘密を見てるか。焼かずともどうするのか。アトゥーンってどういう意味？さよならか。注意、結局マジ最悪の最後やないか。みんなさよならって言うんだ。さよなら。しかも画質はいいですね、そのカメラ。この出来事にリアクションに困りますね。とりあえずめちゃくちゃやな。しかしお前の手のひらはもう少し暴かれましたね、このドイツの野郎どもに。見られてることに気づいたのか、それとも自分がもう楽しすぎて周囲を気にしてなかったのか。楽しそうやな。戦争は楽しい。外貨を歌えアーカード、そしてそこで見ていればよい。私には見えるぞ。なんだい？きっとすっげえことが起こるんだろうな。ロンドン？これあれだよ。余談よ、これディコイだよ。こんな変なところにアーカードを連れて直接今ロンドン攻撃しちゃうんだ。私は戦争が大好き。お前帰り道ないだろうって。電撃戦が好きだ、電撃戦が好きだ、防衛戦が好きだ、包囲戦が好きだ、突破戦が好きだ、退却。まあアンデルセンが来ることは気づいてないでしょうね。とりあえず好きなんでね、お前は。はい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 。みんななんか超嬉しい話聞いてる。空中高く放り上げられた敵兵が攻略者でバラバラになった時など心が踊る。戦車兵のみんな超嬉しく聞いてるね。敵戦車を撃破するのが好きだ。悲鳴を上げて燃え盛る戦車から飛び出してきた敵兵を MG でなぎ倒した時など胸がすくような気持ちだった。MG はマシンガンね。敵を揃えた歩兵の応対が敵の戦列を蹂躙するのが好きだ。強行状態の新兵がすでに生き絶えた敵兵を何度も何度も一つしている様など感動すら覚える。こいつクレイジー。頭クレイジー。逃亡兵たちを街頭上に吊るし上げていく様などはもうたまらない。泣き叫ぶ旅兵たちが私の振り下ろした手のひらとともに金切り声を上げるシュマイザーにバタバタとなぎ倒されるのも最高だ。シュマイザーってなんだよ。哀れなレジスタンスたちが雑多な消火器でけなげにも立ち上がってきたのをドーラの 4.8 トン流爆弾が都市区画ごとコッパみじんに粉砕した時など絶頂すら覚える。お前とりあえず好きなんだよね。めちゃくちゃにされるのが好きだ。いやちょっと M もあるんだね。ドーラが蹂躙され女子供が犯され殺されていく様はとてもとても悲しいもの。いやお前もやったやろ。
じゃあ勝っても負けても何でもいいやん、お前は。屈辱の極みだ。諸君、私は戦争、地獄のような戦争を望んでいる。とりあえずお前は受けてないやん、そのやばいこと。突き従う大隊戦友諸君、お前、君たちは一体何を望んでいる。さらなる戦争を望むか、情け容赦のないクソのような戦争を望むか。まあそれはみんなやーとか言うだろう。尽くし三千世界のカラスを殺す嵐のような闘争を望むか。望むか？クリーグ、ブリッツクリーグのクリーグだね。なるほど。よろしい。ならばクリーグだ。我々は満身の力を込めて、今まさに振り下ろさんとする握り拳だ。だが、この暗い闇の底で半世紀を耐え続けてきた我々に、ただの戦争ではもはや足りない。どのような戦争をするのか。一心不乱の大戦争。第三次ですね。違うか？一個大隊だ。でもみんな吸血鬼やん。一騎当選のフルツワモノだと私は信仰している。ならば我らは諸君と私で総兵力100万と一人の軍集団となる。まあ第一次大戦ならドイツはもっと兵力あったけどね。それより髪の毛を掴んで引きずり落とし、眼を開けさせ思い出させよう。連中に恐怖の味を思い出させてやる。連中に我々の軍歌の音を思い出させてやる。軍歌の音って靴の話？コンバットブーツって書いてるんだけど、軍歌って靴の話のようですね。幸いにアンデルさんもロンドンにいはるようで何よりです。なぜかといって、もうロンドンに近いから。このゼプリン、嬉しいですね。戻れましたね。そしてドラキュラはいない。これは誤差でした。約束通り連れて帰ったぞ。あの懐かしの戦場へ、あの懐かしの戦争へ。少佐殿、少佐、大公、大公殿、大会指揮官殿、大会、まあ大公指揮官、指揮官殿、大公指揮官殿、大公指揮官殿。まるで発音しにくい。ミレニアム大隊各員に伝達、大隊長命令である。It's time for Krieg。 地獄を作るぞ。作るのだって。このゼプリンがもうブリテンの上に浮いているということです。本当だったらさ、あれ今どこ、どこの上。本当だったらそんな近くになんか分からへん飛行機があったら、なんか応答せよ、応答せよ、謎のゼプリン乗ってる親方、応答せよ。今、我々、EU の、なんだ、空スペース、エアスペースって言うんだよね、英語だったら。エアスペースに入ってるんですけど、お前は何目的ですか？快楽ですか？それともビジネスですか？みたいな聞いて。あ、実は私ビジネスなんですよ、つって。あ、オッケー、じゃあドイツなら行ってくださいよ、みたいな。そんなんじゃなくて、
てめえ誰やみたいなことになって、でジェット機がもうフューって出て戦うことになるやんか普通に。え、なんかブリテンビッグベン倒した、はい、フランス違うわ、あ、これ全部イギリスのことだよねこれ全部ロンドンのことでございますね。ロンドンの有名なところ、え、なんか乗ってたぞ、なんか乗ってましたよ。あ、これアンデルソンではなくて、ちょっと分からへんけど、こいつあれだね、あのショーサー殿。これこの歩いてるやつがうざいな。こいつほんまなんなん、この猫みたいな男。そしてゼーレブはついに、え、ゼーレブって言うんだ、あの乗ったやつ。え、何このオタクみたいなこれなんで、あの日本のオタクに作り直したあの少佐殿の絵超笑けるやん。はいおかしいものでございますな、これは。本当に本当にもうサッカーからワイルドギスまで作ってるものは本当に頭おかしく思いますし、あのみんなとりあえず頭大丈夫かなって思いたいところでございますが、楽しく見ているのは私なので私も頭おかしいっていうことで間違いなかろう。皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったら高評価またはコメントや登録の方お願いします。ピーターに直接的な支援がしたい方は概要欄にはリンクありますので、プツッと飛んでいただければと思います。ヘルシングも他のアニメもたくさん撮っていきたいと思っているし、見ていただければと思います。ではでは Until next time. Bye bye. お気に入り。